報道するラジオ。引っかかるその裏側にこだわる報道するラジオ。こんばんは水なきこです。そしてジャーナリスト元毎日新聞論説委員の平野幸男さんです。どうもこんばんはよろしくお願いします。よろしくお願いします。 大阪府知事選挙と大阪市長選挙大阪のダブル選はいよいよあさって22日日曜日と迫ってまいりました先週に続いて大阪市長選挙立候補者の皆さんの討論会をお送りします 先週は大阪市を分割再編するいわゆる大阪都構想を今回再度問うことについてどう考えるかあるいは大阪市営地下鉄バスをどうしていくかについて考え方の違いがくっきりしました。またリスナーののの方からの質問で関西電力の 株主として大阪市は原発再稼働についてどう考えるのかこれについても立場の違いが鮮明になりましたさて今週は主に医療福祉そして教育行政改革などをテーマに討論していただきます子育て世代に対してどんな政策を打 いくのか、高齢者に向けてはどうしていくのでしょうか。また子供たちの教育についてはどう考えていくのかなど、暮らしに直結したところがテーマです。引っかかる。その裏側にこだわる報道するラジオ。一一七九 MBS ラジオがお送りしています。 報道するラジオ今週は大阪市長選挙候補者討論会でございますスタジオには大阪市長選に立候補なさっている4人の方々がお集まりでございます早速4人の方ご紹介してまいります 大阪維新の会公認前衆議院議員の吉村弘文さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします、えー。お願いします。そして自民党推薦無所属前大阪市議会議員柳本明さんです。こんばんは。こんばんは。よろ,よろしくお願いします。そして無所属前大阪市北区長中川長蔵さんです。こんばんは。こんばんは。どうぞよろしく、えー、お願いします。そして無所属 高尾秀久さんです。はい、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。はい。お願いします。はい、えー、実はですね、リスナーの方からメールをいただいておりまして、はい、コーラル三号さんっていうラジオネームの方なんですけれども<お>、えー、皆さんにお願いです。もうできるだけ抽象論ではなくて具体策を教えてくださいとおっしゃっております。えー、ぜひともですね、具体的にわかる話を皆さんに伝えていただきたいなというふうに思います。えー、それではまず今日は医療服 福祉の問題から質問をさせていただこうと思います子育て世代へ向けて具体的にどのような政策を行うおつもりなんでしょうかそしてそのための財源はどうなさいますかまず吉村さんからお願いしますはいあの維新そして私くはこの子育て世代への重点投資というのを重視しております 医師になってから、この子育て世代へ、e、の重点投資、6倍に予算を増やしました。これまでできてなかった待機児童の解消の問題、小中学校のエアコンステッチ、塾大バウチャーの女性子供医療費助成の拡充、中学校給食の充実、様々ままやりました。そして私はさらにそれを伸ばしていきます。 例えば子ども医療費助成の拡充今中学校卒業までですけれどもこれを18歳まで伸ばしていきます必要な財源は約7億円ですおい、うん、しい給食これを実行していきます温かい給食です必要な財源は約20億円になりますその必要な財源をどうやって生み出すかが一番大切なんですけれどもそのためには行政の無駄をなくすこれをやらなければなりません そのために私は市長報酬の削減それをやりますそして行政の無駄を徹底的になくす維新の改革で公務員改革をすることそれによって400億円も生み出しておりますさらにそういった改革を実行していく市長報酬の削減をして財源を生み出すということが大切です、はい、吉村さんはこれまで維新は6倍にこの分野の予算を増やしたでさらに 広げるとそ,そのために合わせて27億円いるんですね先ほど申し上げた政策で言えばそうですねそして市民報酬を切り下げる公民改革を行う、はい、このようなお話でございました。 市長報酬を切り下げるですねはいでは柳本さんはいかがでしょうかはいまず財源についてなんですけれどもこれは子育て支援のみならずすべてに言えることだというふうに思うんですけれどもやはりコストパフォーマンスの高い大阪市政を目指していかなければなりません政、うんえー、策にお金をかけてもですねそれに対する効果が出ていなければ意味がないんですねよってそういう方向性を目指します合わせて近隣の自治体とも協力連携をしながら役割を分担することによってより少ないコストで効果を上げるということを 柳本明は実践しますで子育て支援についてなんですが核、えー、家族が進む中で、えー、孤立してしまっている子育て世帯が多いというふうに思うんですね、まあ、そんな中で、えー、施設整備はもとより一人にさせない地域ネットワークの構築をしていくことが重要であるというふうに考えますまた子ども・子育て新制度の、えー、施行に伴う保育料の保,、えー、保護者負担の軽減これは必要ですね。で併せてて虐待ゼロを目指しましま、えー、児童相談所の増設なども含め めて、えー、子どもたちが孤立しない一人にさせないそんな取り組みを進めますはい、えー。今おっしゃったような政策にはどれだけの財源が必要でそれをどうどのようになさるかというところはコストパフォーマンスを上げるということですね、はい、結局ですねのであの一つ一つの、はい、一つ一つの政策について、えー、具体的にどう予算を当てがうかというよりは予算と 支出ですね歳入歳出をどのような形でバランスを取るかということが非常に重要ですので、まあ、あの財源はという話は必ず出てくるのはこれやむを得ない話だと思いますけれども全体の中で歳入をいかかに増やすか、まあ、これはですね今まで私も積極的に取り組んでまいりましたけれども密集金対策などをすることによって歳入を確保するという取り組みによって、まあ、収入増にもつながるわけですよねあるいは広告事業などに手を出すということもできます。で歳出の削減 とといいうことについては無駄をなくしていくことというのはもちろん大切なことではありますけれども無駄をなくすということでカットカットであればです、ね、将来的な負担が逆に増えてしまうこともありますので、まあ、そういった意味で、えー、ベストパフォーマンスまさにコストパフォーマンスの高い大阪市政を私は実現していくべくです、ね、地域の方々にもいろいろ提案をいただきながらでは中川さんいかがでしょうはい、あのー、子育て支援の制度やメニューはたくさんあってもですね それぞれに使いづらい面がありますそれなら多目的で使えるう子育てバウチャークーポンりあの制度化してですねあのカフェテリアメニューで最適のサービスをお母さんたちに選んでもら,もらおうという作戦です子育てのお母さんたちが休息を取れる環境づくり、えー、子育てのお先輩たちである高齢者の皆さんからですね協力やアドバイスをいただいて商店街の空き店舗や公共施設の空き空間を 子育てサロンにしたいと思います実際北区町時代に私はキッズサロンを区役所の1階にオープンさせましたさてその財源ですけれども予算の切った貼っただけじゃなくてですねそのパ全体のパイを分け合うことばっかりじゃなくって、えー、いかに生産性を上げるかが大事なんです、えー、一石二鳥三鳥の税金の使い方そして同じお金を使っても効果が高い使い方すれば税金は生まれてくるわけです はい中川さん、子育てクーポンや子育てサロンというものを出されました、はいはい、財源は生産性を上げることで出していくということです、それでは高尾さん、いかがでしょう、はいえー、とまず、順番逆になるんですけど財源の方はですね、まあ三島流政策の中の北で稼ぐ、西で観光客から落としていただく、その2つを使って、えー、年間500億から1000億円ぐらいのプラス収支を見込めるように考えています。まあ、どれぐらいになるかは やってみないとけいですけれどもでその上で,です、ねまあ、子育て世代にどれぐらい割合削除かというものをまた改めて考えているんですが、えーまあ、やる内容としましてはまず教育現場とです、ね、子どもたちから直接ヒアリングをするだから何をやりますと今決めるんじゃなくて現場の今はどうなのかそれをしっかりと見極めた上で考えていきたい。で えと11月10日にですね東住吉回ってた時に女子中学生から頑張ってくださいって言われたついでに給食満載でなんとかってお願いされてあそうか意外とそんなところが身近なところで困ってるんだなと思ったんでだから現場の声を聞くことがある意味今何をするっていうのを決める以上に大切なんじゃないかなと私はそう思っておりますでまあ例えばですけど子育て支援ですね2人目3人目のお子さんに対しての補助金をですね例えば6歳12歳とか小学校 の節目とかにです、ね、一時支給するとか、まあ、そういった、まあ、ば,あらばらまきかもしれないですけどそういったことの検討しますがまず何が困っているのかしっかり見極めたいと思います。はい お母さんは現場のヒアリングからまず重視していくんだというお話でした今度はですねじゃあ高齢化が進んでいきます高齢者に向けて具体的にどのような政策を行われますかそしてその財源についても教えてください吉村さんからお願いします、はい、今回の選挙でこの高齢者政策については大きな考え方の違いが出ました 柳本さんは、この地下鉄の経路パス50円負担をタダにするとおっしゃいました。これに必要なあ税金、これはまず30億円、えー、毎年30億円、えー、それからあシステムの回収これで200億円かかります。230億円。この財源をどうするかということなんです。私はこの経路パス50円の負担、 お願いをします小学生でも半額負担してくれてますので50円の負担をお願いするただそれによってこの30億円浮いてくる30億円それによって本当に支援が必要な高齢者の方に施策をやっていきます例えば待機高齢者と言われる特別養護老人ホームに入りたくても入れない方これをしっかり整備を進めて いきますこれ約四十億円かかりますそして見守り支援、えー、在宅の方でですね在宅の独居高齢者の方あ今本当に被害を何か災害が起きれば一番最初の被害を受ける方こういったことを見守りサポートをしていきますこれに五億円かかりますそういった財源をしっかりと先ほど申し上げたようなやり方で生み出していきたいと考えていますはい、えー、ここでその経路パスというものがね平野さんに出てきました、はい、ちょっと私から補足させていただくと、はい、あの大阪市では市民の皆さんが 市営地下鉄バスで使える70歳以上の方のための経路パスというものがあるんですね。でこれはあの利用者がどれだけ負担するかっていうのを今までずっと議論があったわけですけれども橋本さんが市長だった まずは利用者が年間3,000円の徴収をするんだというシステムを始められたそして2014年から1回乗車するごとに50円ワンコインを払ってください。 というこういう制度に今なっております。ということは今、吉村さんがおっしゃったのは今のこの制度を経路パスについては続けるんだということですね。はいそうです、はい、今のこの経路パス制度自体は続けていきます、はい、それでも必要な財源は60億円かかりますねそれは60億円をかけて続けていきますただあの完全に無料というのは実はこれ大阪市だけだったんです。 この全国あまたある自治体の中で大阪市だけでしたあですのでこれは50円の負担をお願いするという改革をやってそれによって生み出された財源があるわけですでその財源を使って本当に支援を必要,な必要とされる高齢者の方をさしっかりとサポートしていくのが私は行政としてのあるべき姿だと思っておりますこの選挙前にこの50円をタダにするというのはあってはならないことだと 思ってます。そうであればこの二百三十億円の財源をどこから生み出すのか、どの住民サービスを削るのか、それを明らかにしなきゃいけないと思ってます。はい。では柳本さんいかがでしょう。はい。まず経路パスについてですけども。 億、えー、億円年間そしてシステム予算算こんなな荒くたな計算は嘘偽りです、えー、実際ですね50円負担をなくすだけであればですね、えー、15億程度で賄うことは可能です億,億ですね実際単身の独居の高齢者の方々が増えておりますので、えー、NPO 法人であるとか社会起業家などの,、まあ、あの創業支援とかネットワーク化を図りながらですね、えー、高齢者の見守りや生きがいづくりそういうことをしていくことによって社会参加を促進 進していくことが必要だというふうに思うんです。まあ、そうなったときに、私も三千円負担については。年間の分についてはお願いしたいと思いますが。これは一緒なんですね。ところが、あの一回乗るたんびの五十円ということになってきますと。これ、明らかに乗り控え、出控えというところが出てきてるんですね。うん、で、将来的なことを考えたときには。医療費や福祉費の低減ということも考えていけますし。まあ、また、合わせて、地域経済の活性化につのげるという観点もありますので。マクロで考えて、しっかり。 とした対応をこの経路パスについてはすべきだ。そのように考えます。はい、経路パスについては一回乗るごとの五十円負担を吉村さんはあこのまま続ける。柳本さんはこれはやめる、はい。これちょっと詳しく説明させていただいていいですか。い,いや、ただあの私、ね、あの普通に聞いていてびっくりしましたのはそれにかかる財源ですね。<laughs> はい、あの徴収できるお金が、はい、えっと何十億の単位で違うっていうのはびっくりしませんか、はい。説明させてください。うん、はい、じゃあまずじゃあこのまず いいですかことについて、はい、経路バスの違いについてちょっとくっきりさせてくださいまずこの200億円吉村さんです、はい、吉村ですこのまずですねこの上限を設定する 柳本さんは上限を設定するとおっしゃってるんですが、設定す,設定するためには、このシステムの改修をするために200億円かかります、でこの200億円という数字はどこから出てきたかというと、大阪市の,この議会の委員会で出てきた正確な数字なんです、それだけシステム改修するにはお金がかかるんです、ですので上限設定をするというのは難しい話なんです、200億円かけてまでやるのか、あるいはただ、一方で50円の負担をなくすとなれると、 今、負担がなくなるわけですから、これ、利用される方がどん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 増えてくるわけですね、今のこの柳本さん15億円というのは、今、現実時点でのベースの金額ですけれども、必要な予算としては、まずこの22億円、22億円というのが、これ、あのまず増えてくる金額です、必要な予算になります、そしてから8億円というのが50円のこのシステム開始でかかる費用、そして上限がなくなる以上、これ、使う方がどん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 増えてくるわけですね、ですので、この年間30億円というのは、もう30億円に効かないぐらいの金額になるかもしれない。まあ、それぐらいの財源を どうやって捻出するのかというのが大切なことだと思っています柳本さんはいまずシステムの200億についてですけれどもまずこれ上限設定にかかるというふうにおっしゃっておりますけれども議会の中で答弁に確かに出てきましたしかしながら自動改札口の数かけるバクッとした数字を掛け合わした極めてずさんな数字でありますこれだけの予算がかかるかどうかは明確ではありませんそしてかつですねこの上限設定についてそういったシステム予算が必要かどうかやり方 については多種多様な方法を提案提言いただくことが可能ですので、えー、仮に上限設定をするとしてもこんなに予算をかけてそもそもするつもりはありませんでかつですね、えー、先ほど三十億で増えていくじゃないかという話がありましたけどもねそれは、えー、交通局への会計の減収があるんですね、えー、交通局地下鉄バスの会計ですねで今地下鉄事業は三百億円以上もの、えー、黒字なわけですからそういったことを考えれば料金 形態を考えれば、例えばですけども、それだけでも十分に財源は賄うことができるという言い方ができるんですね。はい、吉村さんとね、水本さんののまあ説明は全く違う,う、ね、あの、うん、え数字が出てまいりました。皆さんがどう判断なさるのか。では次中川さんお願いします、はい。高齢者の皆さんに健康で長生きしていただければ医療費は削減できます。大阪市民全体の 主体的なヘルスケアをを誘導していく健康経営を私は標榜しておりますで高齢者の皆さんが例えば、えー、外に出かけて地域活動をしたり健康づくり活動をしたり、えー、いろんなボランティアをやられるそういう積極的に老後をあの楽しく愉快に健康で、えー、生きられるそういう活動をされている方にシニアポイントを差し上げます。はい、それを積み立てていただいたただら 地下鉄の無料乗車が可能になったり、納税資金に充てたり、介護サービスを受けるときの代金に充てたり、いろんな使い道ができる、そういうシニアポイント制度をです、ね、導入して、高齢者の皆さんの健康活動を誘導していこうと考えております。 はい、中川さんはシニアポイント制度を導入するというお話でした、はい、これ財源はどうしますか財源は先ほど申し上げましたような一石二鳥の財源なんですね、はい、今まで医療費でかかっていたあるいはあ高齢者の健康活動でかかっていたものを一つにして一、えー、石二鳥三鳥の使い方をしようというのとそれと4兆円もあるよ総予算の中で、えー、少しでもお生産性を上げて。えー 経済価値を生み出していこうというそういう財源にしようと思っております。はい。はい、では高尾さんいかがでしょう。はい。えっ、ー、とまず経路パスなんですけれども、私は考え方的にはヤ、ね、ンさんに近くて、えー、75歳以上で最初の初期3000円を無料にします。50円だけ払っていただく。で80歳以上で完全無料にします。えー、おそらくね1億1億から3億ぐらいで済みます。やっぱり皆様年を取るほどまあ外に出る機会も減りますし、ここに今例えば79歳の方がもう80まで生きたら経路パスただになるから。 もうちょっと頑張って外でようとか長生きしようとか皆様がですね長生き健康にしていただけるようにしっかりと制度を見直したいですあとは他にもですね老人ホームや年配の方々が利用される施設を充実させることで、えー、皆様はですね健康に健康寿命という意味では中川さんに出るんですけども、まあ、健康にそ、えー、と長生きしていただくそれによってですね、えー、親の介護という形で労働世代の負担が増えてしまっている部分を ある意味あの子育て側に子育ての支援親の面倒を見るから子育てに手が回らないとか逆の発想ですねそれによって年配の方を、えー、とフォローというか、ね、そちらの政策を充実させることで子育て世代子供の皆様に、えー、ちゃんとフォローが行く行き届くようなそんな流れにしたいですはいそれではですね今のお話は財源はどうなりますかえっとすみませんちょっと三島流政策の話また戻るんですがえっ、ー、と北側と西側のところで稼げると思ってる 500億から1000億円で、えー、まあ言っても全部合わせてもそうですねちょっとまだ見込みですけども、えー、50億から100億でいけると思ってるんで、えー、まあ足りるかなとんか500億仮に稼げるとしたらそのうちの5分の1を、えー、高齢者の皆様に当てていく。 他の部分はまあ子供さんとか他のところに当てていくそんなイメージですえーですはこれまでの皆さんの主張を聞いていらしてご意見や質問などをおっしゃっていただきたいと思いますがどうしましょう高岡さんからすあの経度パスの話と柳本さんと吉村さんで食い違って,て、はいて同じある意味議会というか、ね、そういう体系でされているのになんでそんうなうに食い違うのかなと、まあ、お二人に聞くわけにもいかないのでちょっと私から提案なんですけどその情報データベースを共有するとかそういうのはないんですかね。この 情報の元の多分ソースが違うからこっちはこれを信頼してこういますこっちはこれを信頼してこうですみたいなあのまあ例えばメディアさんにも例えば主張が違うかと思うんですけどなんか共通の大阪市が、えー、市議会もそうかもしれないですけど持つデータベースからこういう話は。 揃ってやりましょうみたいな、ちょっとご提案なんですけど、なんなんはい、まあ、これについてはですね。吉村さん、はい、はい、すみませんえっと、まず、私が驚きなんですけれども。うんはい、このシステム変更してですね、うん、この上限設定を設定するために、いくらぐらいかかるのかっていうの。うん、上限というのは、何回、あの、経路パスを使って。 乗るかってことですねまたその上限設定がまあ柳本さん指定はされてないんですが仮にいくらという上限設定をねえするとしたらばあそのやっぱシステムそうそういやその使う量ですねのの実際にザーの方が使われる量の上限を設定しないと際限なく使われる方いますので上限を設定するというのがまあ柳本さんの案なんですけれどもじゃあそれってシステム変更しないとできないんですね。 でそのシステム変更にいくらかかるかっていうのをこれ、えー、素人からやってもだめですからちゃんと大阪市にいくらかかるんですかっていうのを議会で、えー、やったわけですよ。そしたらこの200億円かかるっていうのははこれは、あのー あくまでも大阪市自身が出した数字ですので、その200億円というのを大阪市が出した、これも議会の議事録もあるから、共有していただいたらいいと思うんですけど、うん、どこの200億円自体があそ,のそもそも違うという否定がされたら、ですね、うん、もう議論の前提が成り立たないというのが、まあ、私の意見ですね、行政は、はい、あの正確な数字を出しますんでねどさん、これはどこが出したんですか、そう,、ね、そうあの委員会の,、ね、の答弁で出てきた答弁は出てきたんですけど、出した部局があるでしょ、部局はどこが出したんですか、200億というの えっと多分福祉局だと思います、それはあのの自ら計算したんですか、民間に委託した数字なんですか、あまりにもね、200億という金額は高いような印象が、金額からしてバクッとしてるでしょ、ほ、ええ、先ほど言いましたように、<の>確かに出したのは間違いないことで,はですだからあの行政っていうのは、あの不確かなな数字は出さないんですよいやいや、それはそんなことないです、うん、いそ,れそれであの要は出したのは あの大阪市の福祉局が計算ししててちゃんと答えで出してるわけです。でそれを前提として違うというのであればどうして違うのかというのをちゃんとお当然言わなきゃいけないですしそもそもこの行政で出してくるっていうの金額がですねちゃんと計算して出されるわけですからシステムを回収するどんだけ改札機があるのか全部あのその数も考えてですねそれで金額を出しているそれが200億円で200億円の上限設定というのはかかるからできないというので50円の費用負担をお願いしているわけですから今。今さんがこのようにして 長ささいました、はい、柳本んか吉村さん、都合のいい時だけね行政が出す数字は明確だ、正しいんだとおっしゃるんですけれども、違うときには出たらめだ、出たらめだともおっしゃるんですね、で私もあの行政が出す数字、全部正しいなんて思ってません、例えばですね、都構想議論の中で、システム改修、大阪市を5つにですよ、廃止、解体するその特別区設置の時でで、すねシステム改修予算、いくらですか、680億ぐらいだったんですよ、それで上限設定だけでね、200億ですよ。まあ 仮に、仮にそれが正しかってかかったとしても、そんなやり方しませんよ。うん、例えば、磁気カードとかも含めての対応の仕方もありますし、す逆に、先ほど申し上げましたように、えー、地下鉄事業は今、300億円以上もの、えー、黒字なわけですから、うんえー、この経路パス制度の負担によって、減収も出てるんです。すなわち、乗り控えや出控えによって、えー、一般会計から地下鉄事業に行くお金の減収が、 かかなりあるわけですから逆に言うと地下鉄も、えーまあ、空で,です、ねえー、空気運ぶよりは乗っていただいた方がいいわけですから、うん、そういう対応を考えていけば料金形態を変えることによって財源は十分に確保できるということです、はい、では中川さんご質問などいかがでしょう、はいあのー、経路バスの問題もさることながら総合的な高齢者福祉施策はどうあるべきなのか。 その中で、健康、あの、こ経路パスをどう位置づけるか。かそのあたりのお話を吉村さんと、柳本さんにお聞きしたいと思うんですね。今まで議会で審議されてきた当事者ですから、どう思われているのか。はい、はいはい、じゃ、あ吉村さん、はい、お願いします。はい、まず、あのー、健康な、健康寿命を延ばすということが大切ですので、えー。そのためには、その高齢者の皆様が集まれるような、例えば、ふれあい喫茶を広げていくとかですね。えー、さまざま百体。 100歳運動を広げていくとかそういうのは当然やっていかなきゃいけないと思ってますで大切なことは本当に支援を必要としている高齢者の方のこの施策が不十分だということなんですねで、えー、地下鉄この経路パスをただにするというわけにはいきませんけれども例えば特別養護老人ホーム入りたくて入れない方先ほども申し,ました申し上げましたけれどもそういった待機高齢者という方これはあの解消していかなければなりませんだからその特養のこの整備これを進めていきます あと、在宅の独居の高齢者の方ですね、えー、もし災害が起きれば、一番最初に被害に遭われますんで、そういった方がどのぐらいいらっしゃるのかというのをちゃんとは区役所で把握して、そして、えー、見舞われサポートをしていく、約これ5億円ぐらいかかりますけれども、おそういったあ政策、健康で長生きしていただく政策を一生懸命、当然やっていく、それから本当に支援を必要としている高齢者の方はしっかりと支える、うん、経路パスのようただにするようなことはできないけれども、私はそういったことが高齢者施策として大切かなと思ってます。はい うん、特養に入りたい人は全部入れるようにするというお話です、はい、よろしいですね、はい、えでは柳本さんいはいあの中川さんが冒頭にご指摘されたように高齢者施策の総合的な考え方というのは非常に重要ですであくまでも経路パス制度はそのうちの1つに過ぎないという言い方はできるかと思うんですねただ制度趣旨をしっかり踏まえないと駄目ですねこの経路パス制度はそもそも高齢者の方々の生きがい作り社会参加の促進であったんですだとするならばこの50円負担によって 月67万人乗ってないというような乗り控え状況が現象として現れているわけですから制度趣旨に反するような状況になっているんですよねだとするならば元気に出ていっていただけるような状況をやはり作っていくべきですで上限設定については必ずすると言ってるわけではありませんけども先ほどの健康づくり生きがいづくり社会参加促進という観点からすると めちゃめちゃ乗ってる人っていうのはねその制度の趣旨から逸脱するような状況にもなってるかもしれないのでその点については何らかの形で見直す方向も考えなければいけないのじゃないかという提案をしたまでであって200億なんかそんなでだらめな数字のシステム改修なんかしません。 はい、じゃあ、今度は柳本さんからどなたかへの質問をお願いしましょう。はい、それでは吉村さんにさせていただきたいと思います。あの、後ほどの、あの、ところでも、お話をさせていただくというか、出てくることかもしれませんけども。まあ、例えば、子育て支援として。 給食であるとかあるいは塾代女性という形での、えー、作業がなされてますが先ほどの流れでいきますとね制度趣旨とと実態とが合ってないんですね塾代女性事業についても当初は塾に行ってない子を行かせるようにしましょうとかあるいは地域の雇用喪失になりますよって言ってたにもかかわらずそういう状態じゃなくて塾行ってる子が塾行ってるだけで。 全体の対象の3割ぐらいしか、えー、受けてないのに予算を拡充してますで。給食についても、給食を食べてもらうことが本来の目的であるはずにもかかわらず、7割ぐらいが残している残食があるんですね。これではまさにコストパフォーマンスは、 悪いといとう状況お金は追い込んでいるかもしれませんよしかしながら目的の実効性が上がってないのではないでしょうかこの点についてのお考え方をお聞かせくださいありがとうございますこのまず塾代女性についてなんですけれども親の所得格差を教育格差にしない所得格差を教育格差にしないというのがまず大きな考え方ですそれで今中学校市内中学校の約5割の方が対象になる塾代女性をやっていってますあの 学校以外の教育を受けたい、いろんな教育を受けたい、そういったところで今そういった女性をやっていっているわけですね。で、これを今現在5割のところを約私は8割に広げていこうと思っています。必要な財源は15億円です。この中学生が本当にこの大阪の将来を支える、そういった中学生がしっかり勉強できるようにする。それが給食、これ大切なんですね。美味しい給食を作る、これはあのやらなきゃいけません。今安倍ので先駆的にちょっとやってるんですが、それを広げていこうと思ってまして、それも当然お金はか かかるんですけれども、これおいしい給食実現することが大事で、大事なことは今まで給食すらなかったということなんです。自民党の考え方は愛情弁当ということで中級学校給食をはいあの反対でしたけれども、私はこの中学校給食っていうのはまず実行したことに意義があり、そしてさらにおいしい給食を実現していくことに意味があると思ってます。うん、あの目的。 どれだけ実行できているか実効性に疑義があるという柳本さんの答えでしたがそ,、ね、その答えについてはどうなんでしょうかそれ単純に申し上げたらえ例えばそのお、その塾大女性についてもです、ね、結局これはあの当然今そのいろんなところで使われているわけですからさらにそれを広げていかないといけないと思いますしでその給食についてもです、ね、残食率というのをおっしゃいますがこれ確かにおいしい給食温かい給食をやるということが私今回の政策で課題 上げていってます。要はじゃあ中学校給食をやめるのかというと私はやめるべきではないと思ってるんですよ。やめるかやめないかの議論ではないんですね。あのそうです結局ねあのはいあのういう意味ですみません柳本さんあのどういう結局ね私が聞きたいのは例えば塾大女性でね5割を8割に対象を広げますっておっしゃってるんですけどもその5割の対象者のうちの3割しか利用してないんです。で本当に塾に行けてない子に生かす要するに親の格差をまあそのこ 子どもの格差にしてはならないこれは本当に尊い趣旨だと思いますよしかしながらねその趣旨が果たせてない事業になっちゃってるのに対象をなんで5割から8割に増やすんですかそこが聞きたいんですよ私はやっぱり制度趣旨っていうのは非常に尊いものだと思いますだからこそその制度趣旨にのっとった拡充であるとか予算の拡大をしてこそね本当の意味で コストパフォーマンスが高い状況になるんですけどもそういう状態じゃなってないじゃないですかということを私は言いたいんですねこれについてのお答えましこれはあの例えばこの手続きが煩雑だとかいうのは今まであったんですよ今それ改善していってますですので、えー、この利用率を高めるという制度は今実は進めていってるんですですのでこれは私は進めていこうと思ってます要はあのー、これまでのこの制度趣旨にしてもですね、あのー、利用されてないからやめるではなくてそれを利用されやすいように 例えば問題としてはあその手続きがなかなか煩雑だいろんなお問題もありましたそれを解決していって、えー、その塾代女性、えー 中学校塾に行けない子どもたちが行けるようにする、そういったことをやっていく必要がある、例えば中学校給食についても、ですね、まあ、残食率が多い,多いのはこれ、事実としてあります、だけども、これ、やめるべきではないし、えー、じゃあ、どうすれば会計するかっていうときに、温かい給食、例えば小学校で作った給食を近くの中学校に運ぶようなやり方で、今、アベノで残食率がめちゃめちゃ減ってるんですね、私はそういうことを実現する、親子方式というやり方ですけれども、その親子方式のやり方を私は実現して、この残食率も減らしていく、大事なことはやめないということだと思う。 榎本さん、手を挙げてらっしゃるので。はい。結局ね、給食も私たちも選択性の給食というものを実現してきました。それはオッケーしてきました。しかしながら、その選択性給食が2割ぐらいの子どもたちにしか選択されていなかった。あるいは、それ以下だったんですね。そういう状況で選択されてない給食を。全員に食べろと言わんばかりに、全員にやったったでみたいなことでやるからですね。こういうことになっちゃうわけですよね。うん、あの、本当にあったかい給食を出すことは非常に重要だと思います。だとするならば。 私は親子公式も確かにいいかとは思いますけどもねあのそうしたらそれこそ小学校の厨房を拡充しなければいけないんですよね小学校で本当に中学校の分まで賄えるかどうかわからないだとするならば私は例えば今のデリバリー給食の中であったかい部分だけをね、えー、デリバリーしながらあったかい部分だけを小学校に作らせるとかそういう発想も必要だというふうに思うんですやったやった言うてですねお金つい込んでつい込んだ結果が利用されてないとこんな最悪なことないというふうに思うんですけどね、うん、先ほどの塾大女性も結局 増やしてますけど増やす前に検証せなあかんのちゃうんでしょうか今のあの柳本さんと吉村さんの議論でもともと質問なさった中川さん納得できましたですか <laughs> です、まああの納得したことにしたいんですけど <laughs> 時間がないので <laughs> そうですね、はい、おありがとうございます、はい、<laughs> では柳本さんからどなたかの質問もありましたか先ほどで質問させていただきましたので次に行かせていただいてもそうですねあ,あ、そうか。<に>私が間違い大変失礼しました<私>吉村さんはい。ごめんなさい はい、この今回、本当に大きな争点で出ているのは地下鉄の経路パスなんですよ、先ほどもありましたけれども、この上限設定のところについてもね、結局、このシステム変、上限設定をまずするのかしないのかを聞きたい。 でするのであれば、今、システム変更をすれば200億かかるというのが当然、大阪市から出てるわけですから、それ以外のやり方というのであればね、ね具体的にどういうやり方でいくらぐらいの予算をかけてやるのか、それを聞きたいんですね、柳本さんの話はいつもこの財源が出てこないんです、財源論が出てこない、えー、この上限設定をするのか、それ以外の方法、上限設定をするんだけれども、そのおシステム変更以外の方法ですんであれば、具体的にどういう方法でいくらぐらいかけてやるのかというのが全く見えてこないんですね。 えー、なんかその銃器カードを使ってとかいろいろありますけども非現実的な話ばかりが出てきますのでだからそこら辺をちょっとお,お伺いしたいと思ってますが、はいはい、全く非現実的ではありませんまだかつですね経路パスの財源というものを冒頭申し上げましたようにね経路パスだけで賄うという発想を持っているわけではありませんのでその点については明確にしておきたいというふうに思います、えー、この経路パス制度に終始してしまうこと自体ですねあまりどうかなというふうに思わないでもないですけどもただ明確に言っておきたいことは制度趣旨に伴ったか 形での見直しを時代に合わせてしていこうということでありますで上限設定であるとか地球年齢についても時代に合わせて見直すことは必要であると思いますし財源の話出ました例えば減収が今どれぐらい出てるかと言いますと、まあ、地下鉄バスで、えー、年間12億ぐらいの減収になっているんですねで、先ほど50円でどれぐらいの負担になりますかっていう話をしますと15億ですからだとするならば3億足せばですね十分にその予算というのは賄うという考え方もできるわけです また、マイナンバー制に伴いまして IC カードの更新の負担額も今、3000負担ぐらいかかるんじゃないかという話で今、賄っていただきますがそれも圧縮される可能性がありますんでねその分で十分に対応することも考えられます、はい、え今日は大阪市長選挙候補者討論会コマーシャルに続いてまた続けさせていただきます。 今週の報道するラジオ大阪市長選挙候補者討論会続けさせていただきます、えー、今度はですね、えー、リスナーの方からの質問にお答えいただきたいと思いますラジオネームキムチの達人さんという方なんですけれども <laughs>、えー、こんなご質問いただきました皆さんにぜひ率直に伺いたいんですが議員定数 歳費の削減についてはいかがでしょうかというふうに聞いてきてくださっております、えー、市長、議員、公務員の待遇についてどう思っていらっしゃるのか、まあ、問題があるとすればそれをどう解決していかれるのか順に聞かせていただきたいと思います、えー、それでは大阪維新の会公認前衆議院議員吉村博文さんお願いします。はい これまずあの市長報酬の削減はやります今あの報酬審というところで出てるんですけれども、その市長報酬の金額というのは出てますが、そこからさらに削減をします、要は財源を生み出すためにも、この政治家自身が厳しい改革をするのが何よりも大切だからと思っているからです。 で一種の会は一貫してその考え方です議員定数の削減これもずっと大阪市議会でも出してるんですが柳本さん含め自民党反対でこれ実現できておりません報酬の削減についてもずっとこれ議会で出してますが柳本さん含む自民党の反対でこれもできていないんです大切なことはこの議員定数議員報酬それから市長報酬しっかりとまず自分たちの厳しい改革をして初めて財源を生み出す公務員役所改革もすることができるんですそういった改革を実 実際にやってきましたこれを続けなければなりませんあと定数については逆転人口逆転問題というところがありまして柳本さんがいらっしゃる西成区の方より人口の少ないところの方が議員の数多いというようなこの逆転現象も起きてますんでそれを解決していくこれはやらなきゃいけないと思ってますねはい、えー。市長報酬を削減議員定数も削減、はい、公務員の待遇については 公務員の待遇についても、この民間並みに合わせるということをやらなきゃいけません。 でこれについては我々、えー、例えばあのバスの運転手さんがつい5年前まで1000万円以上というのが当たり前の時代だったんですそれを誰も問題解決してこなかったんですね、えー、これについてはあの民間並みに合わせるという改革をこれ維新で、えー、やりましたあ人件費、まあ、総額ですけれども15%削減して400億円の財源を生み出していってますただ公務員の皆さん一人一人が悪いわけじゃありませんのでこの公務員の工具問題を解決するためにはまずは市長自らが議員提出 あの報酬の。 削減というのをやって反を示さなければならないというふうに思ってます私はこれをやりますはい。柳本さんいかがでしょう私は市長議員公務員含めてですけどもあのこれについてもですねコストパフォーマンスの問題だというふうに思うんですねすなわち職員の皆様方に給料以上の力を発揮してもらうことが一番最重要だと思いますし我々議員もその給料に見合う以上の働きをしていくということが重要です市長もそうだというふうに思うんですもしね、えー 私の給料の報酬がですね市長となった時にですその時にもう報酬が1円というのが最も職員の力が発揮できると いう状態になるのであればね私は喜んで一円にしますよ報酬もただそういう状況に本当になるんですかということなんですよねで、それを考えた時に先ほど吉村さんもおっしゃいました報酬等審議会というところで行って他都市比較などをしながらこれぐらいのベースですよこれぐらいがいいんじゃないですかというものが出てきてるわけですからあの基本的にはそれにのっとった対応をしていくべきだというふうに思います過度に下げることによって、えー、職員のパフォーマンスが逆に給与 以下に なってしまうことの方が、大いなる問題であるというふうに考えます。あの議員や公務員が、その給与以上に働くべきだというコストパフォーマンス。はどうやって具体的に上げていかれるんでしょうか。それはまさに式の効用ですね。あと人材育成の観点が必要です。え例えば、民間の校長公募や、公募区長は最悪だったというふうに思います。え勝手にですね、新たな発想、民間の、まあ新たな発想を盛り込むことは決して。悪いことではないというふうに思いますけれども、現場の実情を知らない中で。 不祥事やセクハラ事案などを起こされて辞められた職員の給与ほど無駄なものはないというふうに思いますね。だとするならば 本当に市民の皆様方にコストパフォーマンスの高い職員の方々に入っていただくあるいは職員となっていただいている方々に高いパフォーマンスを市民サービスとして提供できるような人材育成の状況を作ってこそ本当の意味での公務員改革になっていくというふうに思うんですねカットすれば何でもいいというものでありませんカットして良くなるのであれば私は市長報酬一円でいいと思いますよはい。公募局や公募公募長については反対 たというのが柳本さんでしたそれ,そ,れそれは新たな議論が出たので反論したいんですけどね<っ> <laughs> はいそれでは、えっと、まずすいませんその話後ほどやらせていただいてよろしいですかはい中川さんいかがでしょうか、はい、あの実質的な国民負担率を見ますと今50.8%でございます昔の年貢に例えれば5公5民のお市民は負担をしていただいてるわけですでそういう一方でですね1万円の税金を 払うにも苦労されている市民がいらっしゃる、そういうお気持ちを組むとですね、えー、税金の使い方あ、公職者の仕事の仕方が変わってきて当然だと思います。今議員報酬は、えー、年間う手当も含めますと、えー、1918万円でございます。わずか年間3ヶ月程度の仕事でいいわけでございます。そういう兼業も認められたあ議員であればですね、500万でも十分。 あるいは議員定数は4、50人でも十分だと思っております市議会っていうのはもう名誉職だと思うんですねで高い志と強い使命感がある人が優秀な政治家が選ばれればいいと思いますので、えー、市民の皆さんよくよく見定めて議員を選んでください政治家を選んでください はい、中川さん、議員報酬をじゃ減らす方向だというお考えですね、はいはい、それでは高尾さん、お願いします、はいえー、議員報酬にかかわらず、議員にかかる予算、それすべてをですね3割ぐらいカットしたいなと思っています、まあ、それは議員定数削減か、またはですね、えー、給料および政務活動費とか、ものの経費、いっぱい取れるというふうに、私、ちょっと細かくは知らないですけど、聞いています、なので、その辺もですねまあ議員定数減らすのはまずいという話だったら、全員一律カット。 するし、逆に人気に低そ減らすことでバランスを取りたい今の給与っていうのをですね、まあ市議会とかまあその辺の皆さんにごいただきたいと、まあ今の吉村さんの話を伺うと、維新は少なのとも賛成してくださりそうですし、まあその辺ちょっとバランス取れるような話を他の、えー、政党の方にも相談したいなと思ってます。で、逆にですね、一般の公務員の方々の待遇はむしろ上げたいです。えっ、ー、と大阪市っていうのはなんか一般公務員の方の待遇が悪いっていう話を結構聞くので、まあ逆に優秀な人材を惜しになってると大阪市こそ優秀な公務員を そんな町なのに、それをです、ね、給与とか待遇が悪いせいで失っているのは非常にもったいないと思っていますなので、まあこれも市、ね、職員の皆様に現状をしっかりお伺いしたうえで、ー、しっかりと、えー、現状の改善していきたいと思っています。 カット、はい、そして公務員給与は上げるんだ。給料にかかる待遇ですね。あ、待遇、公務員待遇。給料が困ってるなら、上げたいというお話でしたしすし。はい、先ほどその公募区長、そして公募校長というテーマが出てまいりました。うんはい 吉村さんいま市長報酬については結局あのコストパフォーマンスを発揮できるのであれば1円でもいいという、まあ、あの明確な答えをされてないので,です、ねまあ、これはどうかなと思うんですがです、ね、あただあの私が思うのはこの,この校長公募それから区長公募についてものの民間の感覚を閉鎖的な公務員空間に入れるということで本当にこれは今あすごい。 あの役立ってるんですね、うん、例えばあの避難訓練見てみてください校長公募になってからですねゼロメートル地域すなわち震災が起きれば津波が最初にやってくるようなエリアにおいて今まで、えー、グラウンドで 避難訓練してたのこれは民間の感覚からしておかしいそしてそれによって屋上に避難する子どもたちの命が救われているようなまあ、そんなことも行われていますそれから区役所の雰囲気どうなりましたかね本当に区役所の雰囲気あの良くなってると思ってますあの区役所の窓口サービス明るくなってます区の広報紙皆さんどうでしょうかこれもう公募区長ができたからしっかりやってることなんですねその問題点それについてはその採用について厳格な基準をする問題点については是正しますけれどもその上でこの公募校長や公募区長は進めて

締め付ければ締め付けるほど公務員は働くというもうひどい発想とか現実離れしてるような感じがしますねなんかブラック企業と同じ発想だというふうに思います実際人材流出ということは起きてるんですねであの教員に関して言いますと平成25年で小学校の大阪市内の教員採用で4.2倍だったものが平成27年で2.0倍それすらですね大阪市を滑り止めに受けてるような人たちもいるかと思いますので募集すそれ以上に抜けていく可能性があるます。 あるわけなんですよね。そう考えると大阪市職員も含めてかなり優秀な人材がもうすでに大阪市内に入ってこない大阪市の職員にならないような状況になってます。うん、このことによって一番被害被うるのは誰でしょうか。大阪市民だと思います。私は本当に危機的な状況だと思いますので企業の流出もさることながら優秀な人材をしっかりと大阪で育成してこそ市民にとっては高いパフォーマンスの市民サービスの良好な状況が得られると考えます。 Hi あの残り時間が少なくなってきましたのでここまでのところでこれはもう言いたかったのに言えてないんだという思い、はいろいろ終わりかと思います。はい、じゃあ,あの高尾さんから、はい、お願いしてよろしいでしょうかちょ。ちょっと教育に関する話があまり私できなかったので、はい、まあ少し補足でまあ先年ですね子供たちの教育スマホとかネット普及で、えー、しっかりと話し合ういかでですねこういう議論をするようなチャンスが減ってるそれを改善したいと思っています。特にですね課外活動ですねまあ修学旅行とか遠足もそうなんですけどそういう思い出を共有することであの時た 楽しかったよねっていうのを5年後10年後、ま、社会になってもいつか同級生と同窓会やった時にそういや林間学校はとか奈良にちょっと行った時にとかそんな話できると思うんで。会話をするとというののがこの時代でメールとかでね やってししままえばしまうほどおろすかになるでもそれがすごい大事なんだっていうのは教育の現場にも提案しますしそうそう,いうだよねっていう話になったら皆さんと一緒に、えー、子どもさんの意見も教員の意見もしっかりと聞いてよし大阪はもうこんな会話がねもともとしゃべりの街なんでそういった大阪の良さはそのコミュニケーション能力の高さだっていうところを生かせるような、えー、教育づくりを私は頑張りたいというのを。 そここででででささていただきたいです、はいたたたす高んんしし中川かかがでしょうか、はい、先ほど公募の問題が議論されました、私自身、公募区長として外部から入った人間として、ですねでまた市長時代に公募制度を自ら編み出した人間として、公募は正解なんですね、大阪市の場合、一部問題はありましたけれども、それは公募そのものが問題なんではなくて、運用に問題があったと、フォローアップが足らなかったという点です。 採用の選考ももっっとと厳しくすべきだったという反省はあると思います市役所に育っていない人材をですね外部から取り入れることは大変重要なことですし外部の人間が入ってくると市役所の職員は刺激を受けるんですねでこれは公募はですね外部だけに門戸を開いてるんじゃなくて市役所の内部職員もエントリーできるんですそういう意味で開かれた公募なんですねこれからも続けるべきだと思いますししっかりといい人材を発掘し それを指導育成して成果を出し出させるそれがマネジメントだと思いますはい、はい、中川さんでした、えー、では続いて柳本さんお願いしますはい、まず公募に関して言いますと公募がダメなわけではありませんしかしながら公募でなければならないというような条例になっていること自体が問題です、うん、でそういったことを含めてですね今日の議論いろいろさせていただきましたけれども今現在を見て カットカットカットという状況は疲弊を生みますまたやったやったというだけで予算をつけることも意味がありません、えー、破壊的な改革見せかけの改革には全く将来のビジョンというものが出てこないんですね私は今を見ながら将来の状況を見定めてこれからの大阪をどうするんだということを打ち出していくことが必要であるというふうに思います将来を見定めて今のどのようなカットが必要なのか将来を見定めて今のどのような予算をつける必要があるのか私自身 自身としては未来志向の創造的な作り上げる改革こそ今求められているというふうに考えますそういった意味では制度論に終止符打って今こそ 未来志向でつい大阪どうするんだという政策議論を、まあ、この選挙戦で戦わせて市民の皆様方に選択をしていただきたいと思ってますまずあのー、事実合人があったのでその教優秀な教員が募集が少ないという話があったんですけれども募集人員はあ絶対数は増えていってるんです。この採用枠があ 変わっているので、えー、そのお率が話はもさ,されましたけれども、募集人員が増えて、て優秀なあ教員には募集は増えてるんですね。で、私はあの大阪の成長。 府とと市の成成長長大大阪一体なっって成長しててしいくことが何より大事だろうと思ってます例えば大阪市と大阪府今一緒になって観光局というのを作ってですね国内外から多くの人がこの大阪を訪れるようなそんな魅力あるこの政策をやっていってますこれを今まで橋本松井でやってきたのを吉村松井でやらせてい,きた,い,いただきたいと思ってるんですねで今回の選挙においてはまさに自民党と共産党と民主党という全く考え方の違う政党が一つになってこの組織を集め をしているこの選挙のあり方、この理念のなき選挙のあり方自体、マニフェストは私、実行できないと思う、そんなんじゃなくて、やはりしっかりとこの維新の会としての改革をやっていきたいと思っています吉村さんでした。じゃあ、平野さんから短く質問していただいて、はい、皆さん、30秒ずつのお答えでお願いします、はいえー、と吉村さんからじゃあ、えーとまあ、文化行政で,です、ね、橋本さんが、まあ、あの伝統芸能の世界の文楽の補助金とか、オーケ,オーケストラの補助金をカットして、まあ、あの関係者から遠鎖の声が出てるんですよね。非常に あの文化行政に出たんじゃないかという声があるんですがこういう橋本行政を継承するんですか、はい、文化行政は。 ありがとうございます。私、国会議員特に下村大臣とこの文化行政について議論しました。あの興味のある方は見ていただきたいと思うんですが、この伝統文化をどうすればこのまま継続的に発展させていくことができるのか、そういった議論を下村大臣とさせていただきました。要はその単に補助金を入れるというやり方ではなくて、どうやって活性化させていくか、これからの文化、本当に大切だと思ってます。大切だからこそその文化行政を広げていく、そういった新しい政策を考えていかなければならないというふうに思っております。 継継承承じゃないってことでですすか基本的には継承なんですけれども、その文化行政について、ですね単に補助金を打つというやり方だけじゃなくて、ですね実はその文化行政、ごめんなさい、時間がないので、補助金以外のやり方を考える、伸ばすやり方を考えるいではどうぞ平野さん柳本さんの経済戦略なんですけどね、あ賑わいの創出ということを掲げておられるんですけれども、これ、具体的にソフトが何があるのかというのがよくわからないんですけどね。 どうやってこうその人を集めるということを考えておられるんですか、はい まず私たちは政府自民党とのパイプがあります自民党推薦で栗原府知事候補と私とのパイプがありますので国と連動する中でですねリニア中央新幹線の大阪同時開業であるとかそういったインフラ整備を整えることによってその権威でもって大阪市内に人もの情報お金が集まるような仕掛けを作っていきますであの具体的な内容については民間事業者やあるいは地域の方々の提案型でですねあの具体的な 住民の方の提案型で具体的にはこれからですね,ですね地域地域でいろんなあの動きがありますのでそこを引き出していくということです中川さんですね、はい、あの同じ文化行政で、はいえーま、公約集読むと「あ教育文化芸術に、えーま、お金を出す」というふうに書いておられるんですけど、はい、具体的に何にお金を出すってイメージされてるんですか 組んでいる予算がですね年間950億ぐらいですそれを私は1割近く増やしたいなと思っておりますそれを教育バウチャーという形で集約していくでどういうサービスを受けるかは保護者がですね生徒と相談して決めていただくサービスの内容はカフェテリアで用意するけれどもどれを選ぶかは保護者が決めていただく選択の自由を用意しようと思いますはい あの高橋さん、この宋晃州という、うん、まあ目指すところを3つに分けて3番目に守るというところに昔ながらの大阪を守ると。うんうん ね、これも抽象的ですね、はい、昔ながらの大阪を守るって、何を守るんですかえまあその歴史、文化、伝統なんですけど、例えばですね、うん、来年、真田焼村、捨ての地区で売り出そうとかですね、うん、まあそういうですね、まあ、戦国時代だけに限らずですけれども、うん、大阪の街ってまあのは、なの街とかですね、うん、そんなちょっと遡ってでもいいところっていうのを、昔から発掘できる部分あると思います、それをですね新しいことをどんどんやると、まある意味、古いものがおろそかになる、そういう形式の部分をえ見直すとまと、まあ、具体的に言うとですね、 えー、昭和の時代よかったものをもう一回取り戻そうとかそんなレベルも含めて、えー、昔ながらの大阪よかったよね皆様特に高齢者の皆様が思ってる部分をなくさないそんな思いですね。 はいえー、大阪市長選挙候補者討論会、きょうは大阪維新の会公認、前衆議院議員、吉村博文さん、自民党推薦、無所属、前大阪市議会議員、柳本晃さん、無所属、前大阪市北区長、中川長三さん、無所属、高尾秀久さん、4人の方にお集まりいただきました。 えー「報道するラジオ」では今回の大阪ダブル選挙にあたりまして府知事選市長選について合わせて3回の討論会をお送りしてまいりました。えー、投開票はあさ 22日ですその22日,日曜日の夜ですね NBS ラジオでは日曜日の夜25時から25時15分までつまり月曜の午前1時から1時15分まで開票特番をお送りいたします さあそして来週の報道するラジオなんですけれども今回の大阪ダブル選挙に合わせて大阪を中心に全国の高校や大学でもこのダブル選の模擬投票が行われているんだそうです選挙権のない高校生たちがどんな風に学んでいるのか実際に投票してみるという試みなんだそうですけれどもえ実際にはどんな風に行われているんでしょうかねえ大阪府立富田林高校に伺って で生徒の皆さんや先生にお話を聞いてまいります「報道するラジオ」でした22日の日曜日は大阪市長選挙大阪府知事選挙の投票日投票は朝7時から夜の8時まで当日予定のある方は期日前投票や不在者投票を利用してください大阪市選挙管理委員会